その香りがここふわって香ってくると、あ、お父様の香りだってなる。中学生ラミーぐらいの時かなぐらいの時に、なんかほらお酒って買えないじゃん子供は。だしそんなにお金も持ってないし、プレゼント何あげようかなってすごい考えてた時に、香水が売ってたんだよ。香水ってさ、結構なんか安く買えるんだよ。まあ、安いって言ってもその時のラミーには高かったんだけど、でもそう、香水、何の香水だったかな、男性用のなんか香水買ったんだよ。そしたらね、ラミーが中学生だから、それからね、その香水をね、もうずーっとだよ、ずーっと、もう本当にずーっと、ラミーがプレゼントしなくても自分で買ってきてそう、ずーっと、あ、だからその香りがここふわって香ってくると、あ、お父様の香りだってなる。それをね、なんか朝風呂派だったんだけど、お父様は朝こうお風呂に入ったらその香水をつけて、そうするとさ、洗面所がさ、その香水の匂いがするんだよ。で、あ、お父様の匂いがするなって思って、そうそれをね、ずーっとずーっとしてたんだけど、今はどうなんだろう、してるのかな、してないかもな、もうさすがに。でもラミーの中でね、すごいやっぱりその香りがお父様の香りだし、まあ、すっごい長いことにつけてくれてるんだよね。ラミーはパパ臭いとか言ったことなさそう。ないよ、ないよ。その香水の匂いがしてるから、ラミーはいつも、お父様の香り好きだよ。なんかね、もう親孝行って何したらいいのかなって思うけど、今は、やっぱ時々、会いに行くことが一番の親孝行なのかなと思う。そう、なんか、昔はさ、こう、何かこうプレゼントしたりとか、お誕生日とか祝ったりとか、なんかいろんなことするのが親孝行なのかなとかって思ってたけど、なんか顔を見せることが一番の親孝行なのかなとか思っちゃうよね。なんか最近はね、ご時世もあってみんな帰れてない人も多いと思うし、みんなもね、みんなもなんかちょっと忙しいから、ま、父の日送ったしみたいな、母の日送ったしとかじゃなくてね、やっぱね、こう会ってとか一緒に住んでる人だったら、こうちょっと今日は俺がご飯作るよとかね、ちょっと肩揉むよとかね、なんかそういうのがいいのかなって思ったりとか。思いました。ね、なんか、親子の時間をやっぱ作りたいな。また次回お会いいたしましょう。お相手は、雪花ラミーネでした。素敵な夜になりますように。